2021年ブルーコーツにカラーガードとして参加していました千歳です。情報収集がまず最初に必要になってきます。大体は Facebook の方で要項などが見れるようになってます。オーディションページに入っている URL とかがあるので、そこからアクセスをして、でそこから要項だったり内容を確認した後にオーディション費を払ってオーディションの動画が見れるようになりますので、まずはそういった Facebook だったりとかから検索をして情報収集が大事です。例年通りであればビデオを受けても最終的には現地でのオーディションが必須になるかなと思います。ただ今年はコロナ禍ということもあったので、私はビデオをオーディションを受けて、そこでコントラクトをいただきました。渡米のために必要なのはまずパスポートとエスタは必ず必要になります。私はちょっと喋るのが不安だったので、検疫とか税関の方に引っかからないように帰りの e チケットの控えを印刷したものと、ブルーコーツについて書かれた書類も一緒に持っていきました。コロナ関係で重要だったものがありまして、団体からの私の名前入りの所属証明書と、米国入国のために健康、あとは陰性証明書が必要だったので PCR テストの結果が書かれた陰性証明書を持っていきました。最後が重要なのが、日本に帰ってきて入るための陰性証明書がフォーマットが決まっていて、それも必要だったのでそちらも持っていきました。団体の名前の入った所属証明書、アメリカに入るための陰性証明書、日本入国のための陰性証明書の3つが必ず必要になりました。まず団体に支払った金額が、プログラム料として$3,000、キャンプ料が$250、あとは生活費はほぼあちらではかからないんですが、買い物をしたりとか自分で必要なものを買ったりするのに大体$100くらい使ったかなっていうところです。あとは他に紅茶系だったりとかセクションの T シャツとかいろいろ必要なものがあったので、そういう細々したものも含めて総額で日本円で55万円くらいかなと思います。私の場合は空きスポットがあるよっていう風に連絡をもらって受けたので、私の場合でお話をしていこうと思います。私はオーディションを受けてコントラクトをいただいた後は、ネットの方で必要な書類提出があったので、いろんなものを見て、なんかサインするものはサインして送って、でその後に何回かのオンラインキャンプがあったので、オンラインキャンプを受けてムーブインという形になりました。で、スプリングトレーニングっていう、ショーを作る期間があるんですけど、そちらのスプトレがだいたい1ヶ月程度で、今回ツアーは2週間なので、例年より半分くらいの期間でシーズンを過ごしてきました。英語は本当にほぼ全く聞き取れない、喋れない状態で渡米をしました。でただ一応中学とかまでは文法とかはすごくちゃんと勉強はしていたので、一応頭の中でこう文を作ることはできていたのがまず前提にあります。でその後に本当に本当にゆっくりではあったんですけど、ごく簡単な文から話したりとか、あとは聞き取れるようになって、シーズン通して中盤くらいになったら大体身の回りの話だったりとか必要なことを聞いたり話したりっていうのはできるかなっていうふうに思います。コミュニケーション自体は英語が正直喋れなくてもしようと思えばできるので、恐れずに文間違えても気にせず、私はどんどん口に出して喋るようにはしてました。最初わかんなかったので、近くにいた優しい子に今何泊までとかもう一回聞き直して、なるべく間違えたりしないようになんとかやってました。最初は全く聞き取れなくて、慣れていけば次ここだなって推測もできるし聞き取りもできるんですけど、最初は全然わかりませんでした。一番の思い出はここ5針縫ったことです。状況をお話しすると、初めてファーストフルランスル全通しをしますの直前のチャンク練習、全部で5曲あったんですけど、そのラスト5曲目の最後の部分のチャンク練習の時に、本当に簡単な、そんな難しくないトスを投げたら、すごい強風だったんですよね。で強風が来て、ここにフラッグを当てて倒れるっていう動画が多分あると思うんですけど倒れて、でももうその時はもう最後っていうの分かってたので、とりあえず次行かなきゃと思ってフラッグ持って、で手を押さえてたんですけど、
フラッグ持って前行こうとしたら手が真っ赤だったんですよね。えって思ってふと前を見たら、まあ、みんな前にも先に行ってたんですけど、前に集まんなきゃいけないし、で前に行ったメンバーがみんな私の顔見てって顔してこっちを見ていて、そこで怪我をしてるっていうことに自分で気づいて、気づいたら医療室に連れてかれて応急処置を受けてました。でそのまま病院に連れてかれて、もう縫いますというふうに言われて、そこで病院で5針縫いました。貴重な6週間のうち1週間本当に練習に全く出れなくて、フルアンサンブル自体に出れたのはもう1週間後、初めてのファーストフルランはファーストショーでしたはい、という形で、ね、一番の思い出なんですけど、怪我だけは本当に気をつけてもらいたいなと思います。はい困ったことは、普段の生活では言葉の壁とかは感じなかったんですけど、何かイレギュラーなこと、ハプニングだったりとか、そういうことが起きた時にすごく言葉の壁といいますか、その隔たりを感じました。例えばさっきここの怪我の話もしたんですけど、結構足だったりとかを痛めることは私は多くて、そのこのメディカルのチームの人に話したりもしたんですけど、その痛みの状況が伝わらなくてちょっと違う処置を受けてしまって痛みが悪化したりだとか、日常生活から少し離れたところで起きたハプニングに対しての対応ができなかったのがちょっと困ったことかなと思います。パフォーマンスに対する意識がすごく変わったなっていう風に感じています。前で見ている人たちがよくスタッフが言うのが、まあ、エナジーだったりパフォーマンスっていうのをすごくもう毎回のように、特に最初の頃はもうずっと毎日毎回言われていたことなんですけど、お客さんに見せるために自分たちの感情だったりパフォーマンスを引き出すっていうところで、私自身もともとパフォーマンスしたいっていう風に結構思うタイプではあったんですけど、それがこうより強くなって今こう振りをつけるとか振りをするっていう場面でも必ずこう前面に出てくるものだなっていう風に感じています。自分の気持ちとして変わったのがパフォーマンスに対する意識かなと思います。実は DCI は一度諦めていたんですけど、行くことができました。ルーカスオイルの話、フィールドの話はずっといろんな人から聞いてましたし、私も動画とかもいろいろ見てたんですけど、実際にブルーコーツの衣装をまとって仲間たちが近くにいてお客さんが座っている中を、そのフィールドに一歩踏み出した時に、私今 DCI にいるなと、ブルーコーツなんだなっていうのをすごく実感しました。 DCI に行くことが全てではないんですけど、行ったことでやっぱり変わったこともあるし、一番大きかったのはチャンスを自分のものにできたことが本当に大きいなって思っているので、これから多分いろんなことが私の身の回りにもあるし皆さんの周りにもあると思うんですけど、チャンスをどう自分のものにできるかがこれからを変えていくなっていう風に実感したので、皆さんにもぜひチャンスがあるならそれに食らいついて、何か絶対得るものもあるので目指していってほしいなと思います。今日の動画はいかがでしたか？よかったらチャンネル登録、グッドボタンの方をお願いします。それからもしうちのチャンネルも紹介してとか、うちのバンドともコラボしてっていう人がいたら、ぜひ SNS で連絡ください。待ってます。